というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。もう前回で、はいはい、まあ前回でというかあれですけど、北斗まあ全部余裕終わりましたよと、うん、で、まああの前も言ってましたが、うん、一巻から振り返っていこうと。そうですね、はい、まあ、ガンダムを見てもらうと、まあ、どういう感じでやっていくかっていうのは分かるんですけど、はい、うんうん、まあ、ガンダムはね1話1話をアニメで、まあ、1回のターン5話ぐらいずつ、はい、まあやってましたと。まあ、北斗はちょっとね話数が多いんで、はい、まあ、1巻ずつやってみようかな、はいはいはい、切りのいいところでね。でも漫画の1巻ずつだよね。そうですそうです、はいはいはい、まあ、ちょっとざーっと、はい、まあ、こんなシーンですあんなシーンですって言いながら、はいはい、まあ、その時の思い出じゃないけども、まあ、なんかちょっと語れたらいいなっていうね、思い出しつつで、はいはい、はい、まあ、そんな感じでちょっとダイジェスト的に、はい、ではもう早速で、まあ、これね北斗の1巻っていうと、まあ、この 1990X 年世界は核の本能に包まれた、はい、これあのまあ海別れ地は裂けってあるじゃないですか、はい、あらゆる生命体が絶滅したかに見えた、もう有名なアニメは毎回これがオープニングなんです。あ、そうなんだ。そうなんです。1990X 年って始まって、世界は核の炎に包まれたところで、デーデーデーって始まるんですよ。なるほど。じゃあ、もう時間になったらまず、1990。あはははは。そっからなんですか。はい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 。なるほどね。はいはい、毎回核の炎に包まれるんですね。で、まあ、これ最初に出てくるのが、まあ、ジードですね。そうか、ジードって言ってね、もう、そう、一番最初で。はい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 。ヒャホーって感じで出てきますよ。もうブレーって。そう、これがもう最初の雑魚軍というか。はいはいはい、まあ、ほんで、まあ、砂漠でフラフラになってるケンシロウを捕らえるんですよね、はいはい、この人たちが。あ、そう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 。ほんで牢屋に入れられると、はいはい、で牢屋に入るとバットがなぜかそこにね一緒に捕らえられてる、ね、何をしたかは分かんない、まあ、なんか分かんない、すっとかなんかしたんでしょうね。まあそれが一番ありますけど、でまあもうケンシロウ本当にフラフラで何にも、まあ、そこにね、はい、まあ、牢屋でなんつうんだかねこき使われてるっていうのか、まあ、リンちゃんですよ。そうですね、その時のリンちゃんちっこいですよ本当に。なこれ3歳めっちゃちっこいですよ本当。ミニマムでした。ああ、そう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 。喋れないよね。まあ、喋れないんですよね、はい、うんうんうん、で、まあ、お水を持ってきてくれると優しいね。ああ、で、まあ、はい、バットはね何気にこの時からもうねだいぶ悪態ついて、まあ、そいつは喋れねえだとかなんだとかね、悪ガキ感満載でしたよ。ああ、そうそうそう、はい、あいつ惚れやがったぐらいのことをね。でもまあケンシロウはねここで喋れないってことを気づいてちょっとねリンに触れて、なるほど、まあ、まあ結局ねあとは気持ち次第だ、結局ね彼女が喋りたくなったら喋れるだろう。そう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 、この時点ではまだ一切戦ってないわけですよね。戦ってないです、戦ってないです、はい、ただ何かついたぞみたいな。でまあ確かこれリンちゃんが鍵かなんかをひょんと中に入れるってなかったでしたっけ。そうですそうです、なんかあの誰かやってきたんじゃないでしたっけ、うん、敵かなんか来て、うん、リンがそのケンシロウの優しさに感動して、うん、鍵だけ。そうですよね。で、まあ、本当にケンシロウ出てくるんですよね、はい、その後なんか僕、うん、多分一巻の一番最初に笑ったシーンなんですけど、うん、そのリンちゃんに比べてデカすぎる男出てきませんでしたっけ。敵ですか。敵で多分そのどうだろうな、ちょっと僕の思い違いだったら申し訳ないんですけど、うん、まあ実際これ鍵自分の力で開けてますからね、ケンシロウね。ギギギギギ。そうそうそう、最初からやれっていう話でね。うん、そう、なんかバットが確かそうだ、なんかこれで出られるって。あ、まあジードでしょ、だから、はい、こう、あ、そうそう、このこのこれがジードです。いや、それ分かってる、ただこの、うん、なんかもうこの状態で、そうそう、サイズの比喩で。そうそうそう、これはね当時のその要するにバカ漫画ってさ、はい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 、うん、まあ、こういうことはよくあったんです。あんまりそのね比率を見ちゃいけないっていうね。はいはい、いや全然ね、ギャグとして紹介してますけど。そう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 。だからまあやばいな、うん、大きく書くつまりそれだけ威圧感がすごい、ね、はいはいはい、作者はなんかそういうのを思いながら書くんで、うんうん、まあ、こういう感じになってしまうと。まあ演出ですよと。うん、で来ちゃダメっていうねこの、リンの言葉ってあるんですけど、これはもうね本当にリンの名セリフの中の一つみたいなもんですよ。ああ、これは最初のなんか、もう最初のね初セリフでしょ。だからこれだから延々残るわけですよ、おケンシロウ来ちゃダメっていうシーンはね、うんうんうん、おでまあまああっという間にね、いや、まあ、倒すと。でまたね後ろで見てたじいさんが北斗神拳だと、なんで知ってるんだっつってまあでもなんか記憶をね半分失ってるんで、はいはい、まあ、実際ね、まあ、そんな感じですよね。で最初に北斗百裂拳をやったのがここなんですよね、うん、一番最初で。でもこの時はねなんか北斗百裂拳ってねグーで打つイメージあるんですよ、はい、こうなって。この時はね、あ、まだ指で刺してるんですよね、飛行つきまくってるみたいな。そう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 、確かにね、まあ、本来そっちが正しいのかもしれない。でまあ北斗神拳っていうのはこの中から破壊するっていうのをなんか後ろで見てたジジイが解説してるんですよね。あのジジイは何者だったの。そう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 、まあ、だからよく知ってる人ですよね。よく知ってるジジイ、はい、伊達に長い年生きてねえなっていう人がいる。そうそうそう、まあ、だからまあ結局、はい、まあ、こういう感じで、はい、まあその荒野になった町、はい、まあ、要するになんていうのかな、焼け野原、ね、あ、焼け野原、もうだから本当に違い方形ですよね、言っちゃえば、ね、まあもうだってルールも何もない、まあ、その中で、まあ、いろんな蛮族というか、はいはいはい、まあ、そういうのが、まあ、幅を利かせてると、はいはいはい、
まあ、そういう町になってしまう。だから弱いものはもう本当に肩身を狭くして生きているっていうのが、まあ、すぐに分かるようなね、うん、世界観というか、そんな世界で弱いものを助けるために戦うケンシロウがかっこいいなと思いました、うん、そうですね。でまあここからこの次出てくるのはね、はい、まあ、みんな額にね K って書いてあるやつらが出てくる、トランプのマークが書いてあるやつが出てくるわけですね。うん、でまあいろんなね、なんかちょっとボスっぽいっていうかチームリーダーっぽいやつをどんどん瞬殺していく、ね、はい、西真空派なんてもうここら辺で出してますからね。そのホーガン撃たれピョンっつって目ん玉に刺しましたからね。だから結構このね、ケンシロウの倒し方って残酷なんですよ。いや割と容赦ないですよね、ものすごい残酷。まあこれで金 K のクラブだな、クラブを倒す。これでクラブのボスがこの後に出てくるのか。そうですね、最初がクラブなんでね、これね。なんかでもそのトランプマークのやつが出てきて弱かったなっていう記憶がありますけど、弱かったなクラブで、ここで出てくるのがね、はい、種もみ親父です。この種をっつってね、はいはい、そうそう、はい、このおじさんはミスミって名前なんです、これ実はね。そうなんだ。ミスミって名前、これはね、パチンコ北斗の拳でいうと、はい、真のステージで、はい、ミスミが出てくるとスーパーリッチ確定なんです。へえ、演出で。そう、演出でちょろちょろっと歩いてくると、へー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 、あ、ミスミずっともう絶対に発展するリーチ。え、じゃあ、まあ、そういうキャラなんで、これミスミって名前なんですよ。日本人なんだ。そうか、わかんないけど、まあこの種もみで、まあ要するに後々を考えて、いやー素晴らしいことですよっていうんだけど、まあ最後ね、撃たれて、ボウガンに撃たれて死ぬと。もう検証もう激横でしたよね。もう激横ですよ、はい、ボウガンじゃないか、槍かなんかでぶっ刺されたかな。でもなんか刺されて、うん、でもなんかちょっと生きてましたよね。はいはいはい。でこのクラブ、はい、ね、まあスペードのマークが書いてあるこのから辺の頭をまあどん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 と消し出して、うんうん、これね、この後にガンザン量産波ってのが出てくるんですけど、はい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 、まあ、頭をベッコーンとやるんですよ。ですね、はいはい、こんな感じですよ、もうズカーン、力道山チョップぐらいの、ね、でこのガンザン量産波ですけど、はい、これパチスロー北斗の拳で、うん、赤いマントの男が出た時に、まあ、赤い敵が出てきた時にガンザン量産波やるとニチェの確率が非常に高くなる。じゃあ真ん中揃えっつって、そうそう、はいはいはい、そんな感じで、ガンザン量産座でザンガンザン量産波で四チェだとガクンって感じ。あそんな感じです。そういうちょっとね演出もあった。発信が分かんない。はいはいはい。まあそんな感じです。でまあキングっていう名前がね、はい、この辺り出てくる。そうですね。ようやくようやくというか。うん、でまあこれをね、まあ何ですか、初めて見てると。はい。キングってなんだこいつ。いや、わかりました。だけど、まあ、知ってる状態で見てると、まあ、これ、シンですよ。いや、まあね、知ってる人は。まあ、シンなんです。まあ、シンが、まあ、結局ね、キングで、はい、まあ、あとみんな、ハートのマークとか、スペードのマークとか、はいはいはい、クラブのマークとか、ね、まあ、こんな奴らをチームの配下に、引き入れて、はい、うん、まあ、天下を取ろうとね、まあ、してるんですね。まあ、町を作ってましたね。はいはいはい、はい、で、まあ、この時にサザンクロスという町を、はいはいはい、まあ、あのサザンクロスで、はい、そうそうそう、南十字星ね、これ、ね、この時から若干ね、はいはいはい、で、まあ、作ると、はい、で、まあ、僕ね、この雑魚狩り、まあ、まあ、なみんなひとしきり、はい、まあ、トランプのカードのボスキャラっていたと思うんだけど、うん、はい、僕一番印象に残ってるのはクラブ。お、なんかこの爪を持ってるやつがいて、はい、変な、なんすかね、狭いところで切り裂いてるのを次は俺だみたいな感じで瞬殺するでしょこれ。全然なんかこれだって一般人の顔こう切りますからね、横のこの何ですか、こういうあれです、これです、やばいもの、もうね、描写できないやつこれ今完全に、ね、切れ味が、うん、まあ、それをまあよくねあるんだけど、この、ね、次は俺がやるみたいな、はい、そういうちょっと一般人気取って入ってくるケンシロウって、そうやな、ありますあります、なんかはーいぐらいのね、そういうの結構あるんですよ、万が一なっちゃうまいですえっつってなるやつ、そうそうそう、よく見た、まあ、こういうシーン結構多いですね、はいはい、はい、ちょっとしたコメディですね、うん、これでこれ完全に背骨をね逆にされてねあそうそう、え、なんか畳まれるやつですね、そう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 どんな飛行と思うんですね、まあこういうシーンはいはいはい、であとこの後にまあなんですかね、焼き印を押すような、あー、このじわじわのやつ、はい、シーンがありましたね。焼き印のシーンはなんか面白いなかった、ここはね多分翼くんが言ってる焼き印はもっと後の話、ね、後か、あ、じゃあすいません、 UD の方かもしれないですね、そっちか、ね、ユダの方かそうそうそうはいはい、まあこんなところです、はいはいはい、でまあシンがね完全に出てきて、はい、まあ、本当にシンっていう名前はね出てないです、まだキングキングってずっと言われてるんですね、はい、でもお前はみたいな感じで、そうそうそう、でもうなんかね女性のねが一緒に横にいたりとかしてね、はいはいはい、うん、まあまあとにかくハート様っていうのはこれ出てきます。いやこれハートの登場シーンも結構印象にあってバー、まあ、このハートがもしかしたら一番副官みたいな感じだったのかな、このシーンで言うとね、そうですね、はい、このトランプの、まあ、太ったデブなんだけども太ったデブバーのシーンですよ、いやー、まあ、面白かったね、なんか暴れてる連中を止めながらね、やめなさい、そう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 、じゃあマスター一杯とかって言った時でしたっけ、言った時自分の手ねガラスの破片で切っちゃうんですね、
地図いてーよーっていうやつね。で、バーン、そう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 、もう、目ん玉出てましたから、ここの時グレー、そうそうそう、いやもう、僕ハートと思って紳士的なんだと思った次の瞬間ですからね、はい、そう、で始まったぐらい、もうこの部下たちはみんな知ってんすよ、血を見ると暴れるハートっていうのはね。よく言いますもんね、解説する雑魚キャラみたいな、はいはい、でまあなんか知んないけど、いろいろ武器投げんだけど肉で跳ね返されるっていうね、まあそんな演出があると。まだ剣士郎とは戦う前ですかね。そうですそうです、はいはいはい、ほんで、まあ、ケンシロウが、なんかもう、キングのとこまで行きますよね。そうです。たどり着きます。で、出てくるんですよね。はい、で、ハートも一緒に出てくる。はいはいはい、で、まあ、まずはこいつが、俺を相手、俺があいつだみたいな感じで出てきて。まだ口を優しくて。そうです。で、まあ、やっぱケンシロウもね、一回バコーンと入れるんだけど、まあ、腹の中にね、腕、ね、飲み込まれるような感じで。こいつに。まあ、一撃食らえますよ。いや、ね、もう初めてやるね。ケンシロウはね、序盤は結構ね、序盤っていうか、まあ、最後までかな。一、うん、回やられるんですよ、大体。まあ、基本的に。大体一撃食らうんですよ。はい、何かしらでバーンなって。そう。はいはい、で、あれですか。で、次の瞬間で、まあ、ユリアを見るんですよね。ハート殺す前です。いや、殺す前です、殺す前です。あれは、はいはい、そうそうそう。思い出す。はい。そう、そんな感じでね、まあ、生きててくれたんだって、まあ、そこですよ。スーッと涙流して。で、まあ、その後にもう一回ハートが来るところをね、まあ、これを、百列脚かな。ですか、あ、脚か。あ、腹をね。脂肪全部寄せて、寄せて、寄せて。で、ぶち殺す。まあそんな感じです。いやー、この戦い方は衝撃だったな、うん、それでいい。でまあこの後に、はい、まあ結局回想シーンに入りますと。過去ですね。まあケンシロウとシンの、まあ、そのね、はい、ゆかり出会いというか、うん、でまあユリアとケンシロウはまあ婚約してたわけですよ、はい、結局、まあ、そこへシンが現れて、そうですね、まあその女を俺によこせんからね。で人質にとってグリグリするシーンですね。そうです、そうです。もうあの傷をつけ、まあ、このなんと黒斗拳っていうこのシーンはもうこれ有名なシーンですからね。キックがもうカーンなって、これはね、北斗の最後のオープニングの一番ラストもこのシルエットが出てくるし、まあこの、パチスロ北斗の拳で、はい、やられる時はこれです大体。あ、負けるんだ。やられる時、ケンシロウが負ける時はこのパターンなんですね。一応徴収する。はい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 、はい。ほんで、まあはい、足とか切られて、はい、なんかね、まあ、極特権なんて言いながらね、足一本でやってんのになんかね、両腕両足切られてるっていうなかなか不思議なね、剣ではあるんだけど、どうやったんだろうなと思いつつ、まあね、結局、はい、あの胸に7つの傷をつけたのは、まあ、死んだと。ズブズブ、ズブズブってちょっとね、うわー、どうなってんのかぐらいのね、あんな別に力も入れてないのにね、入り込んでいきますから。そうそう。で、それ最初1本ずついくんですよ。だい1、1、最後3本ですからね。1、1、2、3から。そうそうそう。2、4、そうですよね。はい。バシーズ、ユリアが、もう分かったみたいな、ね。そうそう。俺の女になれと。まあ、なるという、アイスというのことを言えって言ってたんですよね。はい、それで思うんですけど、うん、あれってそんな効く技なのかなと今更思っちゃうんですけど。何がですか？そう、これですよ。これ一応。埋められたのをね。なんか、まあ確かに痛そうですけど、うん、その。まあだからこの時はまだ、その、完璧な検証じゃないですからね、やっぱお互い、ね、あ、そうか、過去だから。あ、確かに、ね、若かりし頃ですから、まだ痛いよ。まだもう本当に神はなんと、まあケンシロウは北斗で一生懸命修行してる身の人間だから、まあ今のケンシロウじゃないですか、ね、はいはいはい、はい、まあ、こんな感じで痛そう。でまあそういう回想シーンがありながら、まあこの神との再会での神のファーストの技を、まあバキッと受け止めるんですね、はいはい、まあ、そしてこのね、神の名セリフ、これ昔のケンシロウではないもうこれ絶対パチンコとか出てくるんですよ、このシーン。それは熱いんですか？さあ、熱いというか、もう神リーチでは必ず神が、あ、絶対出る、ファーストコンタクトで必ずこう言うんです。久しぶりだな、ケンシロウから入り、昔のケンシロウではないなっていう、もうこれはもう鉄板、お決まりの絶対の流れです。なるほど、そこまではもう普通に見てられるんだっていうところで、一巻が終了する。いやー、そのこんな早く神が出てくるとね。そうなんですよ、だから本当にね、もう神って言ったらもうケンシロウの次に名前を挙げる人だって、ラオウの次にとか、もしかしたらね、見てる人とかね、キャラとかで、はい、まあ、最初にシンっていう人はいっぱいいるんだけど、実はこんな序盤に出てる、ね、ちょっとびっくりしました、これは。はいはい、はい、まあ一巻こんな感じ、まあ、じゃあ次回はじゃあ2巻からと。そうですね、はい、まあ、このシンの戦いの続きかなと。はい、じゃあまた次回お願いします。はい、また、はい、した翼チャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。